朗読。空気男。江戸川乱歩。前回の続きからです。十一。川口の細君のよしこは。この話の一月ばかり前に。まだ二十三歳という若いみそらで。 ひょんな富士の災難からこの世を去ったのである最初は川口の方から大騒ぎをして多少の無理を通してまでもらった恋女房のことゆえ至極夫婦仲もむつまじく川口の女房高校といえば友達の間の評判にさえなっていたほどだがそれが結婚して23年もすると元来が派手すぎの川口は京人形のように美しく ひとやかなだけが鳥居のよし子に、だんだん飽き始めてふとしたことから友達の家で知り合いになったモデル女のおことのはすっぱな投げやりなそれで恋の技巧などには素晴らしくたけているいわば近代的とでも言ったところにすっかり打ち込んでしまったのであるさすがに初めの間は細君の前を取り繕って こっっそりとやっていたので、よしこの方では少しもそれと気づかないでいたけれどふたつきみつきとたつうちにはそんなことが隠しおせるものではなくいつしかよし子の知るところとなり日頃おとなしい彼女もさすがに辛抱ができなかったと見えて夫婦の間に激しいいさかいの起こったことも2度や3度ではなかった。 だがそうして家庭が不愉快になればなるほど川口とおこととの仰せはしけくなり従ってよしこの大能は一日一日とその道を深めてゆくのだったそれがこうじるといつの間にかよしこは憂鬱症でも言うべき病にかかっていたよっぴて眠られぬことが幾晩も続くようになった 川口の海にとってはそれが妖精のヒステリーでないだけにかえってつらかった彼は友達の医者に相談をしたりしていろいろと彼女の病気を治すことに骨折った彼女の自薬として睡眠剤をもらってきてやったのもそうした彼のせめてもの詫び心だった無論百の睡眠剤よりもおことと切れることの方が どれだけ彼女の病気に効き目があるかわからないのだが、それだけは彼にはどうしてもできなかったのだ。そんな状態が2、3ヶ月も続いたであろうか。が、やがてついに恐ろしい破綻の日が来たのである。それは過失であったか、恋であったか、それともまた他の理由からであったか。とにかくも、よしこは。 睡眠剤の分量を誤ってとうとうそれがむしろ彼女の希望であったろうところの永久の眠りについてしまったのであるこのよし子の不意の死にあった川口は一時は非常に悲しんだいや少なくとも外見上はそう見えたが七日と過ぎ10日半月と日が経つにつれて 彼はいつかその悲しみを忘れ忘れたばかりか関節には佳子の死の原因であったところの上婦のことをひそかに我が家へ引き入れさえしたのであるこうした事情ゆえもしこの世に幽霊というものがあるとしたら佳子がその幽霊になって彼ら両人のところへうなみを述べに来るということは至極当然のことであった。 その当然であるだけに彼らとしては今度の幽霊沙汰が身にしみて恐ろしく思われるのだ。ことに川口の方は当然以上にもっともっと恐れなければならぬある秘密を持っていたのだから作者江戸川乱歩より 写真放置の配管と運命を共にした長編小説の前半である記憶力喪失者空気男の恐怖を取り扱おうとしたものだいつか機会があったら書き継ぎたいと思っている自作解説「探偵小説10年より」 さきにも述べたように力量以上の仕事に耐えきれずこれは4回でへこたれてしまったしかし写真放置がもっと発行されていて23度くらい救済してもさらに厳しく催促されたらサンデー同様書き続けていたのかもしれないがちょうどその時分同士が廃刊になったので私の無責任も いくらか荷が軽くなった次第であるこの小説は空気男のことを書くつもりで始めたものだ空気男というのは鳥羽造船所時代の同僚で現在はやっぱり文筆のことに従っている井上勝樹君と名前を出すと怒られるかもしれないがのことで 道君の素晴らしい健忘症に私が命名したあだ名である私自身も随分健忘症だがとても彼にはかなわないつまり非常に物忘れをする男が自分の健忘症に恐怖を感じるという話を犯罪事件と結びつけて一つの物語を書いてみようと思ったのだ 昭和7年5月。